のさの運びに。モンゴル出身のアーティストやってます、もちろんいます。私は自分の世界観の住人といいますか、その人たちの一日一日の感情とかいろんな出来事が起きた一瞬一瞬を書いて、そのストーリーで皆さんに楽しんでもらえたりとか癒しとかを届けられるように一生懸命を書いてます。後ろの作品はすごいこう自分の気持ちにどっちかというとつながってる絵なんですけど、自分がちっちゃい時からやっぱ勉学ができなくて、こうまあいわゆる結構バカな方だったんですけど、絵は唯一描けてずっと絵描いてたんですけど、それがこうなんか表してるもので、本とかもすごいこう読めなくて、何読んでてもこう頭に入ってこないし見れなくて、でも本は読みたいしっていう、なんかこうまあ勉学とか本とかに対してのこうコンプレックスを書いたもので、エイチっていうタイトルですごいこう知性に対しての憧れを持ってて、ただその読めないからただひたすら持ってる、でその持ってる中からやっぱりいろんな知性が溢れてるけどそれを拾えてない、でもその状況の中で絵を描けてる自分がいるんで、その状況も嫌いじゃないから、やっぱその囚われてる状況に花が咲いてるような気持ちでいる自分がいるっていうのを表現してる作品。